はい、こんにちは。ヒデノリミュージックスクール校長、ヒデノリです。どうです。ヒデノリさんの昔の動画で、正しいフォームで弾くには足置きを使えとおっしゃっていたのですが、足置きがない場合のフォームも詳しく知りたいです。楽器屋で試奏するときなど足置きがないので、もう足組むしかないですね。右足にギターを置く場合に足置きを置くというのは、ギターの位置を高くするという目的があるので、そのまま地面に置いてたら膝っていうのはすごい低い位置にありますけど、こうやって持ってきたいんですよね。だから僕ないときなんかこうやって空中で足こうやってやってきたりしますよ。こう足ずっと持ち上げてんの、こうやって何も置いてない、こうやって弾いたりしますよ。で、足置きがあったらそれをポンってこうやって置けるから楽だなっていう。この位置を足置きがなくて保つんだったら、まあこうやって良くないけど足を組む。そしたら右足を組むと足置きと同じようにこの膝の位置が上がってきますので、その上がったところにちゃんとギターを置くっていうことですね。左で置く場合は左組むよ、こうやって左を組んでここに左にこうやって置く、こういう感じ。もうそうやるしかないですね。本当は足置きないですかって聞くのが一番いいとは思うんですが、というお話でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。